FC メタリストハルキウはウクライナの都市ハルキウに本拠地を置いていたサッカークラブである。1925年に鉄道製造工場のサッカークラブとして設立された。ソビエト連邦のリーグに所属し、1960年にソビエト連邦サッカーリーグに昇格した。1965年に金属労働者を意味するメタリストというクラブ名を付けた。 合格などを経験する難しい時期を経て、1982年にソビエト連邦サッカーリーグに最小格し、リーグ解体までトップリーグの地位を維持した。1983年に USSR カップで準優勝し、1988年に USSR カップで初優勝した。ウクライナの独立後はウクライナのリーグに所属し、 1992年には、ウクライナカップで準優勝した。ウクライナプレミアディビジョンは、FC ディナモキエフと FC シャフタールドネツクの2強の勢力が強いが、メタリストは2006から07シーズンから2011から12シーズンまで5シーズン連続で3位となっている。本拠地のメタリストスタジアムは4万3人を収容する。1926年に建設されたが、 UEFA ユーロ2012の会場として使用されるため2009年までに全面改築がなされた。2008から09シーズンの UEFA カップでは本戦グループリーグでポルトガルの SL ベンフィカやギリシャのオリンピアコス FC、トルコのガラタサライ SK といった競合を倒し決勝トーナメントに進出した。決勝トーナメント1回戦では UC サンプドリアを倒したが 同国対決となった決勝トーナメント2回戦で FC ディナムキエフに敗れた。2016年に経営破綻したためクラブは同年解散した。ソビエト連邦時代ウクライナ時代なし1977年に初めて作ったエンブレムは金属製歯車の中心にサッカーボールを配したデザインだった。1985年にはメタリストの M と歯車とハンマーを施したものに 変えられた。1990年に小麦を示す黄色と空を示す青がチームカラーとなり、ウクライナ独立後の1993年には、この2色を縦ストライプで彩った円の中心に M の字を描き、周囲に都市名を記したエンブレムに変更された。1996年にエンブレムは大きく変わり、縦の左上に M を象徴するデザイン。 右上に春キウの師匠、下に青、木の縦ストライプとクラブ創設年の1925をレイアウトした。ありがとうございます。